2戦目にして武道館のメインで三沢とタイトルマッチ、こちらチャレンジャーサモア城です。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。日本武道館に集まったファンの皆さんも今この電光掲示板にも映るサモア城という名前、そして実際に見るその佇まい、一種独特の緊張感に包まれています。さあベルトが確認されました。両選手が紹介されます。本日のメインイベント GSC ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者290ポンドサモア城、初参戦にして武道館でタイトル挑戦サモア城。中コーナー GSC ヘビー級選手権者255ポンド三沢光晴、あらゆる敵を倒してこそ真の王者、6度目の防衛戦三沢光晴です。さて放送席ですが、このサモア城と2日前タッグを組みました高山義弘選手です。高山さん、はい、サモア城というのはどんな選手でしたか？意外と素直でね。素直、俺の言うこと聞いてくれた。そうですか、うん、かつてバイソン・スミスをサイドブレーキを引いたダンプカーと表現した高山さんですが、うんうん、サモア城はどんな選手ですか？そういった意味では、いやもう最初からもうノーブレーキだったからね。ノーブレーキでもノーブレーキだけど言うことを聞いてくれるから、さらにスムーズだよ、ね、そうですか、うん、というあたりその高山さんの見た目もありますが、さあシングルプレイヤーとして王者三沢に挑みますサモア城。ノア参戦2試合目にして武道館のメインで三沢のベルトに挑戦です。マズリングの中央を組み合いました。そして押し込んでいったのはサモア城。三沢が距離を取るか、クリーンに分かれるか、一発入れるかというところで分かれました。さてこのサモア城、1979年3月生まれの28歳です。99年12月にプロレスデビューですから、間もなくデビューから満8年という、まあ、どちらかといえばまだキャリアは浅い選手ですが、さあ三沢が押し込んで分かれます。高山さん、8年目で28歳でこれだけの大舞台が用意された、若いんだね。若いんです。実は30過ぎてきて過ぎてるかと、はい、まあ、見かけによらぬものというところでしょうが、今の腕の取り方を見てましても非常に流れは確かにスムーズです、ね、あ、いい、ここでヘッドバット、あそこでヘッドバットって珍しいね。あれで手首がグキッていっちゃうよね。いや、きますよね。サモア系ってさ、はい、頭こっついじゃない。そうですね、みんなすごいもんね。あらゆる格闘技でそのいわゆるサモア系の選手の打たれ強さっていうんでしょうか、うん、それありますよね。なるほどね。だから頭蓋骨が違うらしいよ、普通他の民族と。あ、そうですか、うん、そういえばこの今日は小橋健太が武道館に来場しまして、その対戦カードを自らも発表しましたが、その小橋もこのサモア城と2年前対戦しまして、ね、打たれ強い選手だったと。チョップを打っても効いているのかどうかというくらいの打たれ強さがあるということだそうですが、そのサモア城を相手にする三沢です。どうでしょう、こういった体格、身長188センチ127キロもっと豪快にドーンと飛ばしてくるのかと思いきや、比較的静かな立ち上がり、はい、オーソドックスなんですね。2003年に第3代の ROH の世界王者に輝きまして、1年9ヶ月にわたり29度の防衛にも成功しています。先日森島がそのタイトルを失いましたが、森島が20回、このサモア城は29回防衛しているという。確かにそんだけ防衛する人っていうのは勢いじゃ、ね、ダメだもんね。勢いだけでは、うん、勢いだけだとやっぱそんな防衛できないと思う。なるほど、そこにやっぱそう彼の動きの秘密があるんだ。さあ体当たりはワイルボーいきました。おお、今のハイキックの速さ、そして顔面ハイキックです。速かったね。驚きましたね。今社長も避けてすごかったね。はい、いや、あ、くそ、サマーゾーンが取るのか、飛んでいたエルボースイシーだ。なんと三沢にエルボースイシーだ。場外の三沢にサモア城が三沢の岡村を奪うエルボースイシーだ。すごいね。高山さん、2日前のタッグを組んだ試合ではエメラルドフロージョンを出したんです ねこのサモア城のアイランドドライバーという本人のオリジナルホールドということなんですが、そして逆水平チョップです。サモア城は日本のプロレスを非常によく研究しているそうで、はい、いわゆるそのノアの選手の技もかなり使えるみたいですよ。いやもう全部使うでしょ。そうですか。だって俺があれやろうって言ったら OK って何でも一緒にできたわけです。それでだから俺の動きに合わせてくれたもんね。なるほど。というだけの、まあ、呼吸がすぐさま合うくらい
まあ、日本のプロレスのムーブが分かっているということですよね。社長の攻撃も分かっちゃったからね。そういうことですよね。ですからとなりますと、その若さもあり体格もありかつ技の流れも分かる強敵を迎えたと。だからジョーが社長とかノアの選手のコピーじゃない技できた時が怖いよね。あ、なるほど、そうですね。そのコピーできたら大体社長も対処できると思う。それ以外のこの何かを持って引き出しを出した時にやばいんじゃない。そうですね。一つあるとすると同時めスリーパーでコキーナクラッチという技があるそうなんですが、これが出た時はひょっとしたら流れを変える技になるかもしれません。ご覧のように非常に精悍な表情をしています。28歳サモアジョーです。2年前は小橋健太とのニューヨークでの戦いで年間最高試合を獲得するという。しかし今首エルボーで三沢の首が痛んで、そしてコーナーを背にしてパンチを打ち、チョップを打ち、うがった見方をすると今小橋健太の天竜源一郎が合体したような、ね、天竜のおっさん見たかったそうですよね。あ、そして今度は膝顔面、いや今これ歯のあたり口でしょうか。三沢が抑えました。今ロープに足が掛かりましたが、これもどっかの敬礼野郎の運だもんねそうですね今膝をぶち込んでいって、そしてさらにまた日本式の流れを、あ、今三沢エルボーで一発返していきました。バッとしたらまずいでしょ、サモアに。あ、ここはヘッドバットの勝負。うわ、トレンズイギリすごい勢いで入ったね今ね。そうですね、高さも十分ありました。飛べるデブだからすごいよねまあエルボー推進台にはびっくりしましたね。お、地獄好きですか今度は。橋本さんみたいな。そうでしたね。体型は確かに橋本慎也さんにも似てる部分はありますが、ここまで来ると本当にどんな技が飛び出してもおかしくない、そんな印象すらあります。サモアジョーです。キャリアの中、あ、これはいわゆる大谷慎二郎の来るぞ、ガンガンのシュッドー。あのゼロワン参戦経験もあるわけなんですが、このサモアジョー昨日来てたもん、ゼロワンに。俺昨日ゼロワン出たのね。はいはいはい、挨拶してくれ。そうですか。いや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 、もう何人の技が出るんでしょうか。最初からカウントしておけばよかったと反省することしきりですが、はい、何人の技が出るんでしょう、このサモアジョーです。ここまでは完全に三沢のペースを握って、うわ、今度はドラゴンスリーパーですか。いや、ストレッチプラムですか、ね、うわ、梅ちゃんの方でしょ。そうですね、ストレッチプラム、三沢に川田のストレッチプラム。いや、これはしかし、ねじり切ります、ねじり切ります。これを三沢にかけるというあたりの心理戦、そういったあたりもこのサモア・ジョーが心得ているのかもしれません。川に行きます。ロープは近いところですが、三沢は跳ねのけました。いや、ここまではもうサモア・ジョーの一方的なペースですね。おお、そして今度はミドルキックを打ってきました。これだけの体格で、さあ三沢が一発エルボーを返していきますが、エルボーを打ち込んでいきますサモア・ジョー。あ、でも社長のエルボーすごいね、はい、体重が乗っています。倒しました。さすがにこの三沢のエルボーがどのくらいのものなのかというものは試合をしてみなければわからない。ちょっとびっくりしたんじゃないですか。そうでしょうね、前のタックより違うぞと思ったんじゃない。なるほど、引き目、その体重の乗り具合が違うと。やはりこれは武道館のメインのタイトルマッチです。エルボーで迎撃して、三沢がロープに踏んでショルダータックルです。今度は、あ、前から変わります。それにしても動きは軽快です ね。127キロあります。身長は188センチ。三沢もちょっと面食らったというようなところでしょうか。そういえばその2日前の高山さんも出場したタッグマッチの際に、三沢があの右の脇腹を痛めたそうで、相当呼吸が苦しいようですね。どの呼吸で痛んだの、投げられたところでしょうか。今も投げ技を食らいました。綺麗にブリッジするね。そうですね、デブのくせにね。高山さんそこにこだわりを持っていらっしゃいますが、本当感心するのこれ。そうですね、うん、確かにこの体型でこれだけの綺麗なブリッジというのは、うわ、エクスプロイダーで投げようかというところですが、切り返して三沢がタイガードライバー。いや、サモア・ジョーは切り返して今度は、あ、エルボー、
今のきつかったよ。これは顎を捉えました。さあ三沢のフェイスロックです。三沢のフェイスロック、腕を捉え、そして顔面を締め上げていきます。三沢ミスカルです。脇腹に痛みがあり、首がもう今シリーズもともと良くないということですから、なかなか力は入らないかもしれませんが、締め技でなんとか打開しようというところ。今ロープブレイクで技が届けましたが、いやここまでの動きを見ていますと、サモア上やはり強敵という印象です。もう一度締め技フェイスロックに持っていこうと。珍しいような社長があの必要以上のフェイスロックになったんですね、はい、最近ないもんね。確かにそうですね。それから高山さん、最近のミサイルでいうと非常にえげつないという表現のあるエルボー、これがまたどのタイミングで出てくるか、さあカバーにいます。肩を上げましたサモア上です。あらゆる日本の選手の技は研究し尽くしてきているサモア上です。そして未体験の三沢の重いエルボーを食らっているこの武道館、さあと捉えました。投げていきましたサモア上、そして腕ひぎ、早い切り返しは早いサモア上です。そんなこともやるんだこの人。そうですね、とにかく日本の選手の試合の技をもうビデオで研究し尽くしているそうですので、日本のプロレスをここまで吸収している外国人選手というのはなかなかこれまでいなかったですよね。それもいわゆる中途半端ではなく、ここまで本当にスムーズに決まっています。腕しぎ、腕しぎ逆十字で攻めていますが、ここでまた体勢をぐっとサモア上優位なものに戻しました。ちょっと肘がね、違う方向に行ってるからね、はい、まだギブアップは取れないね。そうですか、うん、これで、あ、まだ確かに乗り切ってはいないような形でしょうか。今三沢の足がオープンにかかりました。あ、ちょっと三沢も首、腕以上にまたさらに首も気にしながらというところです。後ろからサモア上、ここまでは本当に初の武道館のタイトルマッチ、しかも初の三沢戦とは思えないこのスムーズな流れ。おーっと、今これ振り向きざまにキックを打とうというところでしたが、ちょっと浅かったね。どうですかね。さあロープに飛んで正面から顔面ハイキック、先頭を落としました。やっとらしい技が出たね。来ましたね。いわゆるこの体格を生かすイメージ通りの技というんでしょうか、いやここまでは本当に初タイトル挑戦とは思えないいい流れを作っています。まあ、ここまでいわゆる本当の大技は出していませんので、ここから怒涛のラッシュを見せると三沢ピンチです。三沢は今日は6度目の防衛戦になります。ここまで森島、佐野、バイソン・スミス、田上、そして大阪で丸藤に勝って5度の防衛に成功しています。未知なる強豪とタイトルマッチ、ぐっと腰を落として耐える三沢、下から蹴り上げる、2発入れて今度は抱え上げてパワーボム丸めます。肩を上げました。そしておーっと STF に持っていきました。つなぎが早いね。早いですね。一切無駄がありません。ここまでの技を見てましても本当にいわゆる、あ、これで今度は長田ロックですか。日本のメイン選手の技はもう全て出すんじゃないかというような、つなぎが本当スムーズだよね。早いですよね、いわゆる無駄な一拍置いてしまうようなところはありません。 STF から永田ロックという流れを作り、三沢も懸命に、もう三沢にしてみましても、食らっている技だけを羅列していますと誰と対戦しているか分からないような、それだけのラッシュを食らっています三沢です。どこ攻められてるか わけわかんない。そうですよね。今はこうやって顔面、腕が固められています。先ほどは投げも食らいました。なんと言いましても三沢に、最初場外に落ちた三沢にエルボー推進が打ったところから流れを完全に掴みました。締め上げますが、三沢がなんとかロープにたどり着きました。果敢に攻める28歳、サモア上初のノアのマットでの GHC タイトル挑戦です。小橋とも名勝負を演じました。ちょっとそのサモア上が唇を切ったでしょうか、口のあたりからちょっと血の雫が一滴ありました。さあコーナーに追い詰めて、エルボーで三沢はまずこれで切り返していかなければ、ラリアットをかわした、バックに回るがどうだ、フライングメアから、お、今度は脇がための体勢でしょうか。珍しいですね。あ、そして
腕を固めました。かつてベーダーをベーダーやったやつだね、苦しめました。これ結構肘危ないんじゃない今、今伸びきっているような形ではありますが、うん、どうだサモア城がなんとか逃れようというところですが、腕は伸びています。腕は伸びちょっとこの視点がもう浅くなってきてるから、あそうですか、うん、あこれで足を伸ばしました。なんとかサモア城は逃げましたが、やはり三沢もかつてベーダーとの対戦を思い出すような重量感を感じているのかもしれませんね。今度は動けるテーブルにはこれだと思ったのかな。なるほど、動きのいい、体格のいい選手には、あ、今ちょっと、そう、連続切り。うわ、今すごかった。今の高さはちょっと考えられない位置で完璧に入りました。あの腕十字を切り抜けましたこのサモア城が、今度はさあ出すのか。お、キッティングマスターのナイス、名付けてまっすぐマスター、リングの中央に落としました。さあサモア城の大フラッシュ第1弾、これがまっすぐマスターです。となりますとエメラルドフロージョン、アイランドドライバーが出るのも時間の問題かもしれません。さあ先手先手で攻めていきますサモア城、初のタイトル挑戦で三沢からベルトを取るでしょうか。もう一度コーナーに近づけました。座らせるエメラルドフロージョンで抜ければアイランドドライバー、どうだ、捉えた、出るぞ、アイランドドライバーはかました、捉えてすごいな、今度は秋山純が乗り移りました。乗り移ったんだここで来るぞ、今度はアイランドドライバー、ミサワにエメラルドフロージョン、アイランドドライバー、本家ミサワが肩を当てました。落とし方が良かったね、今かなりマスを落ちましたよね。ミサワなんとかクリア、ただあの落差は驚異的なものがありました。マッスルバスターにアイランドドライバー、場内一転して大チャージを上げて始めました。ジョーはここで休んじゃダメだね。そうですね、取っていかないと。ここでチャンス到来、サモア城ですが、おー、最後でもうもう一度ローリングドロー、未知なウェイクに、未知なウェイクに打ち込みました、ミサワ。あーちょっと目がかなり後ろに行ってますね。後ろにありましたサモア城、初体験のミサワのエルボーフルコース、ランニングエルボー、タイロンが崩れ落ちました。肩を上げたサモア城が上がっています。となりますとミサワのエルボーフルコース、さらなるオプションがどんな形で出てくるか。起こしてアイランドドライバーを食らいましたので、あるいはエメラルドフロージョンを変えて出して仕留めるか、バックエルボー、まだこれがありました。お、なだれ式で、なだれ式で、さあ来るか、これが本家か、なだれ式エメラルドフロージョン、28歳サモア城、お、肩を上げた、サモア城の肩を上げる、なだれ式を耐えました、しのぎました。後ろだ、場内騒然、サモア城が死んでました。やはりこれだけを出さないとこういう今日の試合だったんですね。またエグかったね、エグかったという表現、もう切腹のあの最後をやる人みたいにね、解釈したような、はい、後頭部へのエルボーで三沢も9度目の防衛に成功しました。今日の試合の中ではカステリーナを破った村十字を出すなど、非常にいつもとは違う戦いを強いられた三沢ではありますが、最後は本来の三沢のエルボー、しかもそのエグさを増したエルボーで仕留めました。三沢6度目の防衛に成功です。三沢の今肘のサポーターが外れましたが、今高山さんご覧いただいたように脇腹を今冷やしている。そうだね、相当やはり厳しさあったんですね。首も冷やします。そして今サモア城も同じようにあの流れ式のエメラルド工場の暗い、さらに後頭部からのあのエルボーを打ち込まれました。
さあなんとか三沢が6度目の防衛に成功しましたが、いや苦しい防衛戦になったことには間違いありません。勝負タイムは17分14秒でした。いや高山さん、それにしてもこの初挑戦のサモア城の動きの良さには驚かされました ね、よかったね。お急に立ち上がって、あ、まあ、意識はさらに向かっていこうというところだったんでしょうが、体が言うことを聞きませんでした。改めて三沢、この第11代王者が6度目の防衛に成功しましたが、まあ、三沢もまだベルトを手にしようとはせず、この対戦相手のサモア城を見つめます。あ、かなりこれ高山さん、ね、足に来てますね。そのふらつく挑戦者を前に、には三沢が腰にベルトを巻きました。いやこれが三沢のエルボーの威力です。あれだけの体格を、そして、まあ、頭蓋骨の強さを誇っていても、ね、あれだけふらついてしまいます。どうだ、握手は交わすでしょうか。あ、今三沢の方から手を差し伸べて握手を交わしました。いやこれがどんなに研究をし尽くしても強えることのない真のエルボーのダメージだったんでしょう。さあ三沢6度目の防衛成功、三沢の声を聞いてみましょう。